はい、えー、今日はですね、えー、と映画、マトリックス・レザレクションズで振り返る20年間の IT 技術と社会の大変化っていう記事を Yahoo ニュースに書いたので、ちょっとその裏側の話をしておこうかなと思います。まだ映画見てない方もいると思うんで、ネタバレはできるだけない方向でしたいと思いますけど、皆さんご覧になりますかね、マトリックス・レザレクションズね。ちょっと僕、マトリックスはめちゃめちゃ影響を受けた映画で、あのつい今回、あの 映画館、まあ、試写会にも呼んでいただいて、見て、その後アイ iMAX で自腹でも見に行ったんですけど、ついあの映画館であの赤い薬と青い薬のレッドピル、ブルーピルの,のキーホルダーを買って帰ってきちゃいましたけど、僕はのマトリックスのこの赤い薬と青い薬を選ぶ逸話が大好きで、マトリックスは結構結構、インターネットのこう世界をまあ,ある意味予見していた映画だったと思うんですよね。その 赤い薬を飲むと、まあ、実はマトリックスが現実ではなかったということに目覚めて、あの変なエイリアンと戦うことにあのネオはなるんですけど、結構情報発信をする、まあ、SNS を使うっていう行為も近いなと思ってて、SNS を発信をするかしないかっていうのは、当然、日本企業の方だと使わないっていう青い薬を飲むっていう普通の世界に戻るっていう選択肢が全然あるんですけど、SNS で発信をすると、やっぱりあの、 変なエージェントに追いかけられたりとかあの、炎上で叩かれたりするリスクは出てきちゃうんですよね。その代わり空を飛べないにしても、そ,の、まあ、それこそあのクラブハウスとかツイッターとかいろんなサービスで新しい人と出会ったりとか、まあ、自分ではできないようなメディア露出があのできるようになったりみたいなのが起こるので、まあ、すごいそういう意味で、マトリックスは、まあ、僕結構転職のきっかけにもあの潜在意識的にはなっているもので、めちゃめちゃ好きな映画で。 今回本当、社会に呼んでいただいて、すごい光栄だったんですけど、今回、マトリックスをやっぱり若い世代の方、マトリックス見てない人結構多いんですよね。で、えっと、そういう人が見る前に、ちょっとびっくりしないようにという意味で書いたのがこの記事です。やっぱなんだかんだマトリックスの最初の映画って、公開が99年とかなんですよね。どちらかというと、世紀末的な文脈での映画。 だったのを記憶してますけど、まあ、2作目、3作目も2003年とかなんで、実はインターネットもまだ本番が始まってない頃の映画なんですよね。それがやっぱり2021年にこの今回公開されて、やっぱりいろんなことがめちゃめちゃ変わってるんですよね。当然、主人公2人がめちゃめちゃあの年を取っているのはやっぱりあの画面上も明らかなんですけど。<laughs> それ以外にもやっぱテクノロジーの視点で見ると変化がすごいいろいろあるのが面白くって、ちょっとそれはあの記事にまとめてみてます。一番わかりやすいのはやっぱ電話ですね。これ、あの、マトリックス見てない方からするとわかんないかもしれないですけど、電話がマトリックスにおいてはめちゃめちゃ重要なツールだったんですね。しかも固定電話。固定電話を使うこと自体がもう今、ほぼ減ってると思うんですけど、まあもうね、営業の電話しかかかってこないみたいな人多いし、1人暮らしだと固定電話持ってない人も多いと思うんですけど、 マトリックスの最初の映画では、携帯電話はあくまでこうトランシーバー的な通話の役割で、固定電話を見つけないと現実世界に戻ってこれないっていう、まあ、要は回線速度が遅いからっていうイメージだと思うんですけど、感じなんですよね。もうケーブルがつながってないと戻ってこれないっていう。でこれが、まあ、当然、今回の映画ではモデルタバックスはもう不要っていう風にあに登場人物がしゃべるシーンがあって。 映画の中でも時間が経っているのが非常に分かりやすく出ています。まあ、特に、また面白いのが、結構その映画において重視されている体験というのが、マトリックスはやっぱり CG による画期的な映像表現というのがやっぱ結構話題の中心にあったと思うんですよね。でもそれがもう今ではすごい当たり前になっていて、今回のマトリックス・レザレクションズはかなり実写、リアルに 監督もこだわっているみたいな記事があって実際見ててもなるほどなって思うシーンがあります特に非常に重要なシーンをあえて実写で撮ってるらしいですねまあ、これはもう命に関わるんじゃないかみたいなよくやったねみたいな話がされてるらしいですで、映画の背景としてすごいまあ、個人的には寂しいなと思うのが アテックスにおいて、実はその最初の作品を見てもらうと面白いのが、AI がついに開発されて人々が喜んだんだけれども、AI が人類に反乱して、ディストピアが誕生したんですね。要は99年は AI はまだ SF 映画の世界だったんですよ。でももう AI 今あるんですよね。実際にもうその Facebook 今めちゃめちゃ叩かれてますけど、AI 自体が実は人間をある程度コントロールしてしまって、投票の結果を 変えてしまったみたみいなも実はディストピアが再現されてしまってるんで、ある意味、マトリックスはそういう未来を予言していたり、その継承を鳴らしている映画だったんですけど、もう現実化してしまっているから、<laughs> ある意味、映画より現実の方があの残酷な結果を生んでいたりして、笑い事じゃない面もあるんですけど、みたいなのが、まあ、やっぱり映画のこのトーンにも明らかに影響してる感じがありますね。だからやっぱりその最初の3部作を見て、4部作を見,見ると、 びっくりされる方多いと思います <coughs>。やっぱりインターネットがこういうふうになるのかなっていうふうに想像してた時代から、実際になっていろいろ社会問題も起こっている時代になって、まあ、そういう技術に対する書かれ方っていうのは、マトリックスの中で大きく変わってる感じがありますね。で、やっぱりコロナ禍の影響も明らかに出ていて、まあ、そもそもマトリックス・レザレクションズの撮影中が、 ちょうど、ま、あのコロナが来てしまったタイミングで、一回撮影を中断して、ドイツのベルリンに移って再開してるんですよね。なんでかちょっとよくわかるんないですけど。<coughs> なので、あの予告編にも出てるんですけど、マスクしてる人たちが出てくるんですよね。これはね、やっぱりちょっと見てて悲しくなりましたね。やっぱり、その、ある意味、こうね、このコロナ禍の方がこう、どの映画監督も描けなかった現実を、 になっっててしまってるわけでさらに、まあ、これはあの映画通の方なら皆さんよくご存知だと思いますけど、マトリックス初代の時って、オシャウスキー監督兄弟だったんですよね。これがあの2人ともトランスジェンダーであること、カミングアウトして、姉妹になっている。 多分99年の頃はやっぱそのトランスジェンダーであることカミングアウトすること自体がやっぱりアメリカでも相当大変だった時代で、やっぱりそれをある意味、実はマトリックスはトランスジェンダーの物語だったっていうふうにリリー・ォシャウスキ監督はあのインタビューで答えているものもあってですねその、まあ、自分らしさを表現できないっていうのをそのトランスジェンダーの文脈をこうマトリックスの AI の世界に隠せていた面もあったらしいですね。それが当然、あの 今は世の中の雰囲気も変わってきてるので、当然まだまだ問題が根本的に解決されてるわけじゃないですけども、そういう意味でやっぱりその監督自身の心境みたいなのが相当今回の映画には色濃く反映されてますね。もう一つやっぱりそのご両親を相次いで亡くした結果、ラナ・ウォシャウスキー監督は映画をまあずっと断り続けた続編を作ることにし、リリー・ウォシャウスキー監督はまあもう一回昔のことをやっても意味がないっつって断るっていう、この 姉妹でも方向性が変わるっていう結果になっている映画なんですけど、まあ、そういうのを考えながら、マトリックス・レザレクションズを見ていただくと、またちょっとこう見え方が変わってくるかなと思ったりします。ちょっと一部、ネタバレにつながっているところもあったかもしれませんが、できるだけネタバレないように喋ってみた次第です。ぜひ見てない方は。これね、あの3部作見てない方がいきなりあの4作目見に行くと、完全に置いていかれると思うので、3部作見てから。 あんまり覚えてないよっていう方も、あの、振り返って記憶を呼び起こしてから見に行くのをお勧めします。はい、えー、今日はありがとうございます。